やるぞ。この地は私が守らなきゃ。ここで巨人どもを食い止める。いい。救援要請。まとめて相手して。無視はできねえ。苦戦してやがるのか。まとめて相手して俺の敵じゃない。どうした。おとなしくしてろ。邪魔だ。お前ら、腹をくくれ。
人は神兵の手に余り。やるか。急がねえと壊滅しちまうぞ。Oh!
とめて相手して手は切れない。了解。わかりました。おとなしくしてろ。極限の状況で部下に無能と判断された上官はよく背後からの謎の負傷で死ぬらしいぞ。
守りきれたみたいだな。ご苦労だった。てめえらにふさわしい死に様だ。人類の底力を見せてやるぜ。ストヘスクからウォールローゼに戻ったリヴァイは、調査のため巨人の襲撃を受けたという町に入っていた。生存者はいたか？一人もいません。みんな食われちゃったんでしょうか？でも死体が一つもないなんておかしいですよ。どこを探しても血の跡すらありませんよ。じゃあ、町の連中はさっさと避難したってことか？そうですよ！きっとそうです！そんな情報は入ってねえし、避難した痕跡も見当たらん。ってことは、どういう…
さあな。兵長、町の周囲から巨人の群れが接近中です。迎撃するぞ。まとめて相手してやる。俺の敵だ。統制の取れた奴らの動き。行く。獣の巨人が近くにいるだろう。巨人を殲滅し、奴を炙り出す。おとなしくしてろ。中央で戦えば囲まれて不利になる。四方の塔を使って戦え。まとめて相手してやる。まとめて相手して救援要請。無視はできない。どうしたバケモン。
戦してやがるのか。あなたは調査兵団の。助かりました。憲兵団も協力します。どうしたって。バケラ、おとなしくしろ。これのことだ。塔が崩れそうだ。まずいな。やる気。お前ら腹をくくれ。相手して。獣の巨人を確認。こっちに来るぞ。好き放題やりやがって。どうした。だがそれも今日まで。おとなしくしろ、野郎。
あの巨人は新兵の手に余り。
波の巨人より少し戻る。